ばんは。シード TV 第7回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。メインパーソナリティの高橋と野本です。はい、野本さん、はい。今回は前回とは違ってゲストが、はい、ゲストがやってきました。はい、じゃあ早速紹介を、はい、高橋君の方から。前回ワークショップに来ていただいた菅谷さんです。はい、菅谷さん、はい、軽く自己紹介をどうぞ。熊谷女子高校2年の菅谷です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。菅さん、演劇部なんですよね。はい、そう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 。春大会の時に役者やってて。ああ、多分僕見ましたね。そうそうそう、見たいですね。はい、なんかステージの前のところみんな並んでたりとか。そうそうそう、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 熊谷女子高校、強いなと思いながら。あ、新週間ですからね、高橋さん。はい、僕、新週間のライバルですから。僕たちのライバル。そうそう、ライバル対決も見られるんですよ。という人が前回来ていただきまして、はい、前回は菅谷さんと、あと谷合さんという同じ熊谷女子高校の後輩と、あと先輩の加藤さん、はい、我らが加藤理恵さん、はい、来ていただきまして、はい、なかなかたくさん来ていただきまして面白かった。じゃあそんな前回の振り返りを、はい、行きましょうか。はい、前回のワークショップは何だろう、午前中になかったんですよ。はい、別々でしたね。はい、はい、午前中は、じゃあ、この方から言いますと、いつも通りですよ、まあ、ウォーミングアップして、太陽礼拝を高橋君の方でやってもらって、はい、で、それからなんだっけな、人間彫刻はちょっとやりまして、やってもらって、人間彫刻は、なんかその熊戸の方々は、あの部活動の合間とかにもやっていただいているそうで、って言ってたんですので、それは本当でしょうか。はい、やってます。やっていただいてました。1年生とコミュニケーションを兼ねて、はいはい、やらせていただきました。あれ、どうなんですかね。ね、でも、なんか1年生からは結構好評で、はい、あ、そうですか。もらいました。それは嬉しいですね。嬉しいですね。なんか、まあ、まあ別に僕らが考えたわけじゃないですけど、宗勝さんだったか考えたりだけど。そうですね。はい、なんか午前中はそんな感じですよ。じゃあ本当にウォーミングアップというかコミュニケーション取るぐらいの、はい、あ、そうだ、忘れてた、あの宗川さんの授業みたいなのありましたね。はい、演劇史的な、はい、なんか喋りたいっつって喋りたいって言ったら、覚えてることありますか、あの講義のことで。あの演劇とはどういうものかみたいな、演劇史というよりかはこういう表現の仕方とかがあるよみたいな感じで、はいはいはい、教えていただきました。そうでしたね。最後講師やっと聞いたけど、うん、なんだろう、なんか裏切られるとかそういう話をしてましたね。そうですね、裏切られるものだみたいなことを言ってましたね。そこだけ聞いた僕は何のこったと思います。え、何、裏切られるっていうのは何のことだったんですか。はい、要はあの演出家と演者の関係とか、はい、まあ、演者同士もそうですけど、舞台っていうのはそういう一般的なあの一般常識的な意味での裏切る裏切られみたいなところとは違う次元で、うん、そのいい意味での裏切られるとかいうことが起こると、そういうものをあのなんかそういうものありきでやっていかないと、なかなかその、あの作品作りっていうのはそんな、なんか一般常識的なモラルだけではやっていけないところがありますよと、なんかそもそもそういう前提で人付き合いなりコミュニケーションなりなんかうごめきの中で作っていくっていうふうに思ってないと、なかなか大変ですよねみたいな話でした。そういう感じ。そんな午前中、そんな午前中でしたね。で、僕の方はあれなんですよ、午前中野本さんたちとは別の部屋で、はい、シードの関連企画なんですけど、僕の方で自主公演を行いたいなと思いまして、それのミーティングをしてました。はい、ミーティングの内容はなんかこんな、なんだろう、企画ですみたいなのを説明して、みんなの反応は結構なんだろう、まあ、というか前回、前々回か、野本さんが講義をした時に僕野本さんになんか形から入りますねみたいな、かっこ笑いみたいな言い方をしたんですけど、講義は形から入らないと無理でした、ごめんなさい。そうですね。すいませんでした、舐めてました。いえいえ、僕もまだまだ初心者ですので。いやー、講義ね、見られますね。はい。一言一言が縛られるというか。うん、暴れまですよね、そのね。何でありますか。いやいやいや、そんなやったことなかったら壇上に立つ。はいはいはい、ほら、前回の理解、あと1個しかない。ではでは、午後は、なんだっけ、午後は、なんだっけな、何からやったっけ、なんか歩きながら、こう、なんか最初ちょっとね、今度のシェイの説明とかして、その後に歩きながら、こう、色を言うとか、そうそうそう、
言葉の意味に縛られないでテンポで感情を伝えるみたいな、はいはいはい、あれ大事ですよね。最近僕はあんまり分かんないんですけど、役者とかやってないから視野を広くして、こう、はい、ありきたなと思ったら今だと思った時に行ってみたりするとなんか伝わるものってあるみたいなんですよ。それが僕まだ言葉にできないんですけど、なんか最近ちょっとずつ掴んできたなっていうのがあって、菅谷さんはあれなんか何か感じれました？そうですね、なんかやっぱり雰囲気ってなんかそういう一つ一つ動きとか言葉の意味だけじゃなくてその時のタイミングとか、うん、そういうのにやっぱりなんかできそういうのでやっぱりできていくのかなって思って、やっぱりそういうのを大切にしたいなって思いました。ああいうのっていう、ああいう練習っていうか、あの作品作りに直接関係はないけれども、何かその表現をする上で、なんか表現の幅を広げるための練習みたいなことも結構普段やるんですか？いや、あんまりそれはやらなくて、やっぱりそのキャラクターのこのセリフのなんか意味とかをこう深く深く攻めていく感じの練習がやっぱり多くて、ああいうのは。なんか新鮮っていうか、ね、じゃあまあ普段は基本的にはそのある本なり物語なりをに対してまあ深くこう掘り下げていくじゃないですか。新習慣は新習慣もそうですね、そういう普段から演劇のためになるような練習ってあんまやってなくて、まあ、発声とか基礎なことはやりますけど、はい、表現力を豊かにするっていうメソッドっていうのは全く持ってなかったので、まあまあまあこれから高校生たちにはこのワークショップに来ていただいてね、持って帰っていただければと思います。そうですね、前回僕は熊谷女子高校で練習の時にやってる発声練習、はい、なんか面白かった、興味深いなと思いました。今までその高橋さんとかを通じて彼らが高校時代にやってたやつを、まあ、見てたんですけど、なんか結構色合いが違うもんだなと、まあ、高校によって多分違うんだろうなと思いますけど、いろんな高校のやつを見てみたいですね。発声練習だけでも違うっていうのはやっぱり結構ここに来ていかに閉ざされてるんだなっていうのは、うん、高校内っていう枠の中でやってるなっていうのが分かります、ね。うん、今そんな感じのワークショップでしたが、どうでしょうか？ワークショップ全体として、はい、2回目なんですけど、はい、やっぱり違いますね、なんか普段の練習とは、はい、なんかだからやっぱり何回来ても刺激になるというか、はい、ためになってると思います。まあ、ありがたい、ありがたい言葉です。はい、じゃあ、高橋さんもなんか、前回ワークショップですか？感想どうと言って、はい、午後しか参加できなかったんですけど、僕、最近宗方さんの元で結構抽象的な、もっとなんか演技をするじゃなくて感じるっていうことに、なんだろう、重点を置いて最近演技とかしてるんですけど、やり続けてると見えてくるものがあるなと、はい、だから、なんだろう、気が向いたから行くじゃなくて結構やる気のある人は継続的に来ていただくと、はい、もっと見えてくるものがあるんじゃないかと思います。そうですね、まあ、確かにそれはそうかもしれません。まあ、ぜひいろんな方に来ていただきたいと思っておりますが、じゃあそのまま、そうなんですよ、今高橋さんが言った通り、今ワルデペイズの作品を稽古やってまして、はい、それの話をちょっとだけ挟んでおきたいんですが、9月の14、15の土曜日、日曜日にその去年シードの公演をやった餃子の巻停車というかつての旅関係の工場だったところがあるんですけど、そこで公演を9月の14日と15日の土曜日、日曜日にやります。で、それの稽古を今、まあ、毎週末金土日を基本にしてやっております。で、そうですね、まあそうだな、作品の宣伝というよりはどうですか、稽古やってて。稽古は、いや、でもやっぱり力量運動じゃなくてまずはやる気だろうっていうところがあって、はいはい、はい、そこがなきゃ稽古なんてできないなっていうのはもうすごい感じました。僕も少し、例えば仕事の疲れで集中力が切れてる時なんかに、ね、稽古入っちゃったりすると、やっぱり身にならないっていうか、ただ疲れちゃうだけになっちゃうんで、いかに意識をずっと保ち続けるか、あとは向上心だと思います。まあ、今回はそのシードのワークショップとかで知り合った高橋君たちの世代の、高橋君とか同世代の若い役者の人たち
参加してくれていて、だからそうですね、宗像さんが今まで都内の方で活動を続けていく中で、ずっと、その宗像さんの、テーマというか作品のテーマは持ちつつ、でその今回役者は行田の人たちを中心にして、参加してもらってるので、なんだろうな、宗像さんの思い通りになかなかいかない点はあるし、逆にこちらの若い人たちにとってもすごい難しい内容でもあるし、でもそういうところのせめぎ合いみたいな、なんかその難しい中で作り上げていった先に何か見えてくるものがあれば、それは面白いかなと思います。そうですね、まあなんかそのいろいろお知らせ、これからチラシとか今作ってまして、出来上がればいろんなところでお知らせしていこうかなと思ってますので、ぜひ見に来てください。そうですね、見に来てください、はい。で、まあ、正直頑張してるよ。シードのシードのワークショップは去年と同じく、今年も10月の1ヶ月間ぐらいをワークショップの期間にして、でその後に、公演を、やろうというような形でワークショップ公演の企画を今年もまた立てますので、セグラさんとかぜひ参加してください。よろしくお願いします。はい、皆さん、菅谷さん以外にも多くの、はい、そうです、まあ、これは結構高校生をメインに考えてますので、ですね、高校生の方に参加してもらうことを主眼に置いている企画なので、ぜひ興味のある方はご連絡をいただけるとありがたいです。はい、はい、じゃあ高橋さんの話をしようぜ。もういいよ。はい、先月も宣伝させていただいたんですが、高橋大輝企画を立てまして、ぜひ、第1回目シードの関連企画で行田で実施公演を行うということで、今回は母校の新習慣高校さんの演劇部を招いて1本作ってもらって、僕たちもまた行田でチーム組んで1本作るっていう企画を立てました。それで来年以降はなんかもうどんどん本田さんでもいいし、なんかいろんな団体を呼んでみたいなって、来年以降っていうか、だんだんとそうやっていろんなところから集まればいいなっていう。なるほど。今年はじゃあ新習慣の現役と OB という企画ですが、今後はもっと他の団体もこう参加してもらって、ある種フェスティバルじゃないですけど、そうですね、こういう形で最終的な演劇祭ぐらいまで行きたいなとか、行きます。はい、じゃあ来年参加しましょうよ。僕は僕で熊本劇団さんで、いろんな高校に参加してほしいですね。なんか熊城の人たちってこうね、ぜひ参加してて、もう新習慣とか高橋とかをこう下に追いやって、はい、高橋トップを狙おうと。そう、今回の劇団名がとりあえず決まりました。あ、本当ですか。はい、はい、僕たちのシード関連、はい、シード派生劇団、はい、グローアップという劇団で、ロードさん笑ってますか。はい、これは植物の成長を意味するグローアップで、なんか、ね、まあ、なんか僕の中ですごいしっくりきて、はいはいはい、シードから一歩出たところで表現活動、うん、演劇をしてみようじゃないかっていう意味を込めて、グローアップと。だから来年以降僕たちはこれでグローアップ、グローアップ、劇団グローアップみたいな感じ。劇団グローアップ、なんかじっくり前なんです。まあでもその集団なり、そうそうそう、団体なり、グローアップ団体、だから来年以降もその名前で出ていこうかなと。作品タイトルは植物の成長。そういうあれですか。あと1分しかない、どうしよう。はい、じゃあ次回の、はい、ですね、次回はですね、8月の25日の日曜日に、シードのワークショップを行います。はい、で、未来のレクリエーションスで、次回は1時から、いつも10時からですから、うん、そうです、午後の1時から5時までの開催になります。はい、内容はじゃあどうぞ。内容は僕たちが今稽古をしているバクデフェイズの作品の稽古を見学していただきます。稽古を見学をしていただいた後、レポートを書いてもらうかなと。あ、はいはいはい、そんな内容で。そうですね、稽古見学、稽古見学というか、僕たちの作品が結構仕上がってるはずなんですね、はい、この頃には。でそれを見てもらって、で、その感想とかを、ね、書いていただいて、それも参考にして本番に臨もうという感じなので、はい、皆さんの感想次第で内容も変わるかもしれませんので、はい、よろしくお願いします。どうぞ参考ください。じゃあ菅谷さん、今回のシド TV 出演ありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。またよろしくお願いします。それでは、皆さん、さよう。